皆さん、こんにちは、サケスキーです。俺はマシューだ、よろしくな。今回もオートノーツをやっていきます。よろしくね。少し間が空いたな。並行して進めてる別動画の制作が難航しましてね。その後ちょっと休憩したかったのもあるんだが、重たる原因はこれだ。なんだこや。ゲームをセーブしようとするとアウトオブメモリーとなって、PC のメモリの使用量が 98% ぐらいまで跳ね上がり、続行不可となってしまうんだな。原因は？最初ロボットのプログラムミスで、無限ループをやらかしたかと思ったんだが、他のゲームも不安定になったりしたから、それだけじゃないらしい。マイクロソフトとかスチームのアップデートとか重なってたから、なんかその辺に原因がありそうだった。IME の表示がいつもと変わったり、ゲーム起動時に今まで出てなかった、Steam のメッセージが表示されたりと、バックグラウンドでこそこそなんか処理してたんだと思う。で、今は？とりあえず安定してるように見える。あっそ。で、それはともかく、メリケンコの研究が終わり、料理のレパートリーが増えましたよ。ただたこ焼き、お好み焼き、うどんの、三種の神器がないのは大変遺憾である。関西人かよ。パン以外はパイばっかりなんだよね。そういや人参はどうしたんだ。ああ、あれはレシピを参照する道具が違ってた。人参は煮物じゃなくて炒め物だから、釜じゃなくてオーブンを見ないといけなかった。なんだよ。ま、それも今回の台所の改装でわかったんだけどね。で、ここで追加されたレシピはほとんどレベル5の料理だから、お目見えするのはまだ先の話だね。パンとかオーブンはレベル4だから今回登場するけど。おめえ待望の製粉機じゃないか。そうなんだけど、この時点でってことはおそらく電化製品だから、それはそれで難儀だなぁ。レベル6まで行くと機関車作れるのか。まあ、先の先の技術だから、いつになったらできるのやら。で、細かいことなんだが、牧草チームの作業担当エリアを再定義した。というと？ベールの供給は未だ間に合ってない状況なんだが、それで観察してみるに、2000系の作業速度で牧草6回刈り取ったあたりで、次の牧草が成長するみたいだから、ロボット1体あたりの作業エリアを1列7マスに変更して、少しでも操作や移動の無駄を切り詰めた。で、効果は？ベールの供給不足を解消するには至っていない。なんだよ。ま、今のところ家畜は少量の羊毛と、肥料としての糞が必要なだけだから、植えない程度で。で、前回移転した畑だが、浅いと用に別立てしていた雑草畑をこちらに移転した。基本的には食用と分けてあるが、生産不足に陥った時、お互いに補うという意味もある。ふむ。一方穀物は前回減反したが、粉もんレシピが増えたので、結局もう一面増やした。なんだかな。ただロボットは兼務することなく、それぞれの畑を担当する形で増員することとし、穀物に関わるロボットも、0系から2000系に交代した。その心は？単に作業速度の速さだね。それから箱の在庫量に応じて運転を休止せず、常に作り続けるように回収してる。なんでだ？前回から収穫物はリアカーによる輸送に切り替えたが、その谷まで在庫不足になることがあったからだね。そうなると種もみ不足で畑全体の運転が止まるから、種もみ分は別にお取り置きするようにした。あっそ。で、細かくて地味なんだが、蜂蜜の需要に備えて樽舎を配備したことと、本ゲーム開始以来の、道具は自分で取りに来る方式を改め、作業場近くに道具の在庫を常備する方式にした。どういう心境の変化なんだ？ロボットが増えるのはいただけないけど、畑の移転に伴って、出運びの小口輸送を始めてしまったわけだし、ならもうやるしかないかと。あっそ。ちなみに2000系に交代したことで、
無役となったゼロ系を道具輸送に配置転換した。なる。次に道具、建材製造部も模様替えして、製造したものはなるべく中央に集積するようにした。で、一時的に木板や柱の供給不足が生じたため、長野古代をそれぞれ1台ずつ増強し、今更ながら1000系ロボットの自動製造ができるようにした。それ、必要なのか？いや、特に。1000系だけないってのが気持ち悪かっただけ。なんだよ。それから施設系の組み立て場所も若干移動したんだが、これも今更ながら、ロボットここが青写真の場所を記憶するのでなく、看板、標識の定義によるよう回収した。そうすることで今後移転や、作業エリアの拡縮が容易となった。畑もこうしたらよかったんじゃね？まあ、畑はロボットの挙動とか、ここでも足せた方が管理はしやすいから。で、今回の本命、野生児の引っ越しだが、石造りの家はすでに量産を終えて仮設置済み。宅地近くにあった浅いと洋雑草畑は埋め戻して、北部にあった岩山も撤去、整地を完了してる。それはいいか。宅地を囲んでる緑の箱はなんだ？ああ、これは生け垣。ベリーにハサミを使うと、収穫するんじゃなくて生け垣に変身するみたい。へえ。ずいぶん前に唐竿の代わりにならんかな、と思って試したことがあって。せっかくだからやってみようという次第。おめえにしちゃ珍しい装飾要素ってことか。これはこれで、撤去するときシャベルでほらにゃならんから。また移転するとき余計な作業を増やしてしまうんだけどね。ま、その程度の遊びは構わんだろ。ということで、引っ越し作業を始めますよ。まずは調理部の運転を停止して、調理部の模様替えに備える。新しいオーブンとかあるからか。しかり。でもまずは簡単なものから行こう。衣類はもう一台食器を追加すればできるはずだから。おもちゃはどうなんだ？おもちゃは配給係を配置すればいい状況だから。あっそ。食器製造にかかる材料は、すべてロボットが担当してるから、わしは見てるだけの簡単なお仕事です。じゃあ、きれい。あいあい。で、こちらができるものとなります。種類はいろいろだが。まあ、うちは木綿が主力だから、木綿だけでできるものといえば、浅い糸を使うがワンピースしかなさそうだな。他のはチャレンジしないのか？この後の調理部の模様替えを思うと、ここで手数を増やして課題を増やすのは得策でない。ただでさえ前回魚料理を追加して、調理部の方がちょっとめんどくさい感じだから。まあな。で、ワンピースは材料3種で量はそれぞれ1つずつなので、能力的には1000系でいけるだろうということで。だが材料3種ならバックパックがいるだろう。あと妖怪1足りないが出たので追加メモリもいるけどね。で、衣類とおもちゃの配給は後で2000系にやってもらうとして。オーバースペックじゃね？おもちゃって丸太並みに重かったの覚えてない？それはそうだが。2000系は小さいけど馬力はあるので。ちゃっちゃと運んでくれるのですよ。あっそ。で、新オーブンは旧型をアップグレードする方式なんだが、ここでレベル4の人参炒めを確認できた。なので今の旧型オーブンは、パン焼きから人参炒めに転用して、新型オーブンを新造してパン焼きに当てる。ま、とりあえず畑の仕様を変えずに済んだわけだ。作付けを変更するんだったら発狂してたかも。でも作る料理が茶色かオレンジしかないってのもどうかと。確かに食の彩りに乏しいな。イギリス料理ってそういうものなのかな。しかしどこぞの国みたいに赤一辺倒ってのも。おいやめろ。アメリカのお菓子みたいに真っ青とかドピンクというのも。ああ、あれな。甘すぎて頭痛を催す系な。本能的にヤバいって思っちゃうんだが。さて。まあ見事にパイばっかりで。だったらピザぐらいあってもよかろうにな。また足し算の論理でこれを焼き直したらピザになるかもよ。
まさか、そりゃねえだろ。煮すぎ焼きすぎはイギリスの伝統みたいだしねえ。さて製粉機だが、これも引き薄からのアップグレードのようだが、石臼ってのはなんじゃらほい。粉もんの研究で追加されただろ。石臼は石砕で作りました。で、今度は金属の棒ということで、これは前回作った金属加工機で。やっぱり電化製品か。まあ、ある意味順当だが。風車だけで電力足りるかなぁ。あと電源投入するまで何ができるのかわかんないのがなんとも。はい、電源不足を気にしなくていいよー。水車を増設しました。いや問題はそこじゃねえだろ。まあ、これはその名の通りでした。パン製造のためには今までの何個も生産しなくてはならんが、そこまで追わせるのは電力的にきつそうだから、何個は従来通りの引き薄で賄うか。はい、調理部の模様替えはこうなりました。そりゃまた随分切ったな。まあ、グダグダだったので。ある程度の型はできてただろ。ま、床やら壁がいるとかってことで、めんどくさいから全部加工、敷き詰める方向で。敷いてあるのは道なんじゃねえのか。これも今更ながら床として使えることが分かって、簡易道路に敷き替えて大量に余ってるのを転用した。床に悩んでたあれは一体何だったのか。で、一応の形ができてた他の料理と違い、パンに関しては様変わりした。すなわちパン生産の過程でボトルネックとなっていた。お粥の生産を強化して、生産方法も流れ作業式に改めた。というと？お粥はもともと米、器担当と水担当で分業していたが、米と器を役割分担して、1チーム3体で3台の攪拌機を担当。それを2ライン体制とした。えらい増強ぶりだな。というのも人参を除く、煮物料理すべてで並パン生地が必要になったからだ。パイはまだ先の料理だろ。煮物なんだけどいるんだってさ。なんだそや。そのためパンよりむしろ別の料理での需要が見込まれるので、そのための備えなんだが、これで需要が満たせるかは運転してみらんとわからん。もし能力不足となったら、淡水池との位置の関係から、また移転か拡張工事が必要になる。魚料理を追加したのが裏目に出たな。基金のための備えのつもりだったんだけどなぁ。ああ、ロボットの電池切れとかで、農作物の生産が止まってしまうことが時たまあって、そのリスクヘッジのためだったんだけど、これだけパン生地に依存すると、リスクヘッジも減ったくれもないなと。なる。そうだな。これで能力不足なら、魚料理はラインナップから外すというのも手かな。それも野生児の需要が満たせるならな。だね。で、ここで電気というのがどういうものかわかった。電気は電気だろ。なんだけど、例えば水車の場合、150っていう数字なんだけど、これは常時出力でなく、蓄電池の容量って言ったらいいのかな。で、電化製品側は1回の仕事で使う電気量を示してて、その分蓄電池を消費するみたい。だから上古の場合、機械の1回の仕事に必要な電気は50で、3回使うと電池切れとなる。なんだそりゃ。ただロボットと違って自身が発電するから、クールタイム後、元の蓄電量まで復帰するんだけどね。だから電化製品はいろいろつなげられるけど、複数のかつ連続運転はダメってことみたい。なるほどな。ナミコは生地材料が少ない分、機械を連続運転できるから、従来通りの手動にしておいて正解でしたよ。というかもう一台水車を作る気力がなかったからだけど。なんだかな。引っ越しが主眼なんだから、水車は後からでも作れる。まあな。で、その他の料理に関しては、前回予行演習してるから、勘違いしてた人参炒めの大釜を旧式オーブンに変えて、人参炒めに必要な蜂蜜用の樽車を設定しただけかな。あのハンバーグの添え物か？
どうなんだろう。肉なしであれがメインっていうのもな。で、おかゆの増産で器の需要が増えるので、器チームを増員、強化した。粘土掘りチームも箱の在庫量に関係なく、常に採掘し続けるよう回収して、休止状態からの立ち上がりで隙間が少なくなるよう配慮した。ふむ。と、飯の準備もようやく整ったということで、次の文化レベルへ引っ越しする。おう。ほい、引っ越し完了。あとは長屋の撤去、配膳、配給係の設定、ハート拾い係の設定で完了ってとこかな。で、石造りの家となって、補修材も木版から石に変わったから、修理係も要塞設定だね。で、これも細かいことなんだが、今まで調理場から出発していた配膳係を、宅地近隣で待機するようにして、移動にかかる無駄な時間を減らすよう回収した。ふむ。というところで金物道具の研究が終わりましたよ。ま、今の電力事情じゃお使いは時期尚早か。一気にリプレイスってのは難しいね。ただ道具を取りに来る方式を改めたから、ロボットのプログラム回収は少なくて済むかな。少ないっつっても種類はあるからな。まあね。続いて技術目標を達成しましたよ。うん、結局おもちゃはどうだったんだ。野生児30人に増員と心配してたんだが、単に30個の分配で済んだようだ。なんだよ、したら宅地の造成は無駄じゃねえか。この調子だと家もどうせ大きくなるんだから。てカタパルトって、なんかと戦ってたか。 PC の不調とは戦ってたけど。そうじゃねえだろ。このゲームに戦闘要素なんてあるのかな。まあ用途不明は後回しで、とりあえず機動力は強化するか。久しぶりの個人装備だな。だけど増やす方向じゃなくて、アップグレードする方向だからね。残り2つスロットがあるけど、ここを埋めるものって何なんだろう。やっぱ装甲とか武装じゃね。あるいは空を飛べるものとか。ほい、感想終わり。試してみませう。ああ、道だとすごく速くなるのね。しかし早く移動したけりゃ道作れってことだよね。なんか利権の匂いがするな。で、リール付き釣り竿をあと2本作ると、技術目標を達成できるので、この際作ってしまう。また標識ですか。標識だけで何種類あるんだか。効能に違いはあるのか。範囲設定がより広範囲にできるってことだと思うんだけど、ようやく標識の使い方が分かったぐらいだからね。さて、では使途不明の投石機いっときますか。わしは石臼と三角フレーム担当ね。と、こ
ここで夜勤の技術目標を達成しましたよ。ああ、今度はロボットのマイナーバージョンですか。擬態付きだから上に頬を乗せれば。それはどっちかっていうとは私的発想なんだが。顔がイケてないなぁ。どっちにしたって使う気ねえだろ。性能差があるならともかく、スペキ性能が欠点なら管理が面倒になるだけだし、ロボットにも服着せれるみたいだから、チーム分けの印って程度ならそれでこと足りるし。ま、みんながみんなおめえみたいな実用主義じゃねえからな。まあ、だから否定するつもりはないけど、意外性に欠けるっていうか。ということで意外だった透析機は後回しにして、先に2200系を作ってみました。エリンギの存在感が半端ねえな。では、透析機を使ってみる。どういう結末になるかわかんないので、拠点に被害が出ないよう、南方の未使用地で実験してみる。うむ。ま、透析機なんだから石を入れるんでしょう。うん、どこ行った？つうかそもそも飛んで行ったようには思えんか。なんか推進薬の点火に失敗したロケットみたいだな。爆発するよりマシなんじゃね？どこ行ったんかしら。なんかよくわからんな。目の前に落ちてたのか。これ、次元新刊だったら爆死してるな。うん、あ、まず狙いを定めないとダメなのね。おめえ特化には不敵だな。44マグナム弾でもわしの舗装でではきついから、特化なんてとても。結構遠くまで飛ばせるみたいだ。ま、これは演習だから幻想薬で。そもそも火薬式じゃねえだろ。ま、目視確認できるこの程度の距離で。じゃあ、弾を込めますか。弾着。今っていう前に落ちちゃった。敵弾頭より短いんじゃねえ？これ、なんか作り物を的にしたら破壊するんかな。箱とかダイナミック収納してくれや物流で使えるのかも。なるほど。石以外も投げられるのか。じゃ、投石機というより投射機といった方が正しいのかな。重量的な制限はあるんだろうか。やってみたらいいんじゃね。しかし本当にこれの用途は何なんだろうか。ただ投げるだけなら3回もやってすでに飽きてるんだが。自発装填までだいたい7秒か。ということは最大連射速度は FH70 とほぼ同等ですね。何と比較してんだ。丸太も投げられるみたいだから、営林地がちょっと遠いところなんかだと、ロボット出て運びするより早くなるのかな。あと料理とかもダイナミック配膳できれば。まさにパイ投げってか。今までのびっくりドッキリメカは、それなりに用途が想像できたけど、これに至ってはさっぱりだな。わけわからんもの同士、埴輪を投げてみたらどうだ。そんな月世界旅行みたいなこと。ま、お遊びはこの辺にしといて、次の研究に備えますよというところで、今回はおしまいにしよう。それではご視聴ありがとうございました。サンキューな。Roger on Union 121.